ございます。4月のさくらです。今日は親の顔が見たいというしのすけさんの落語に挑戦したいと思います。新学期が始まり、お子さんの学校の先生はどんな人だろうとお子様たちから根掘り葉掘り聞かれておられることと思います。家庭訪問などもあり、今は先生が家の場所を確認するだけという形だけのものになっているようですね。昔は先生にお出しする蓋付きの湯飲みをその日のために用意したものです。あーどうしよう、旦那聞いてくださいよ。はっちゃんどうしたんだい。いやー、せがれの学校から呼び出し食らっちまったんだよ。一体何をやらかしたんだって聞いたら、恐る恐るこんなもん出しやがった。ん？答案用紙かい？5点。これ何かい？10点満点かい？100点満点ですよ。まったく毎日ただ学校行ったり来たりしてるだけで、授業なんかろくに聞いちゃいない。こちとらちゃんと給食費払ってやってんのに、何考えてんだ金の野郎は。まあまあ、でも全部答えを書いてあるじゃないか。答えを埋めているだけで偉いじゃねえか。だけど全部罰じゃあしょうがねえ。全部罰って一体どんな問題だい？太郎くんと次郎くんが草刈りをします。ふんふん。太郎くんが1/2、次郎くんが1/3やると草はどれだけ残るでしょうかと。なるほど。で、金ちゃんの答えが、やってみなきゃわからないと。こりゃいいな。よくありませんよ。間違えたって怒りませんよ。ただね、わけのわからない答えを書いてあるのがね。え？次の問題はと、81個のみかんを3人に等しく分けなさい。で、金ちゃんの答えが、ジューサーでジュースにして分けるとな。なかなかだな、こりゃ最高だ。最高じゃありませんよ。旦那ね、問題と答えを読み上げてくれと来たわけじゃないんですよ。じゃあ何しに来たんだい？だからなんで学校に謝りに行かなきゃいけないのかって、せがれが5点取ったからって、なんであっしがいちいち学校に謝りに行くのかね。いや別に謝りに行くわけじゃないだろう。じゃあ何しに行くのさ。何しにって、まあね、この答案用紙を見る限りじゃさ、わかるだろう。ん？会いたいんじゃないかい？え？誰が？先生が。誰に？お前さんにだよ。え？これあっしが書いたんじゃないんですよ。せがれが書いたんですよ。なのになんであっしに会いたいんです？だからさ、こういうちょっと変わった答えを書く子のお父さんってどういう人かなって。こういう人ですよ。うん、そうだな、よく知ってるよ。まあ気悪くしないでくれよ。その言うだろ、昔から親の顔が見てみたいって。え？親の顔が見たい？そんなこと言うのかい？昔から。へえ。あっちゃんよ、めんどくさいとは思うけどさ、金ちゃん連れて学校行ってきなよ。わかったよ、行きゃいいんだろ。こんな顔くらい見せてやら。失礼しますよ。あ、金太くんのお父さん、お入りください。え、今日はお忙しいのに学校の方にお越しいただいたのは、実は訳がございまして。先生いいって分かってるって。知らなかったんですよ、そういうしきたりがあるってことを。まあとにかく来るだけ来たんで、ゆっくり見てくださいよ。似てますでしょ。笑うとお父さんそっくりだって言われるんだよな、金。あのお父さん、お家で答案用紙ご覧になりましたか？もちろん見ましたとも。あの5点ってやつですよね。で、何かお感じになったことはありませんか？そうっすね、これ先生1問10点で10問で100点満点ですよね。うちのせがれ全部答えを埋めてるんですよ。
でも全部×なんですよ。全部×なのに5点ついてるんですよ。これがどうしてかなと思いまして、それはですね、まあいくらなんでも0点というのも忍びないなと思ったもんですから、まあ、名前が書けた分として5点を入れさせていただきました。ああ、そうなんすか。おい、キン。なんで先生にそんな気使わせるんだよ。名前を書けただけで5点だってよ。もっと気がつけよ。お父っつぁんが言いたいのはな、なんでもっと大きく名前を書かなかったんだって。そうすりゃもう2、3点くれましたよ。ねえ、先生。お父さん。よろしいですか。この問題ありますでしょ。太郎くんと次郎くんが草刈りをして、太郎くんが1/2、次郎くんが1/3やると草はどれだけ残るでしょうか。これの金太くんの答えがですね、やってみなきゃわからない、こういう答えを書いているということにつきまして、どのようにお感じになるのかなと。申し訳ありません。本当に何書いてんだお前は。お父っつぁんはな、間違えたことを怒ってんじゃないんだよ。やってみなきゃわかんないんってなんだよ。だってさ、お父っつぁん、太郎くんと次郎くんが仲がいいかわかんないじゃん。仲が良ければさ、早く遊びたいからあっという間に終わるよ。でもさ、仲が悪かったら自分はやるかやらないか、なるべく相手にやらせようと思うからさ、見てるだけで終わんないんじゃないかな。だからさ、仲がいいかどうか、とりあえずいっぺんやってみないとわかんないって思ってさ。ん？なるほど。それもそうだな。先生、先生、これ、合ってるんじゃないっすか？ああ、合っているけども正解じゃない。そういうことですよね。正解は何かって、あっしはこの問題読んでる途中でピンときたね。いいか、金太。草はどれだけ残るでしょうかって聞いてるんだろ。だったら正解は残さずやれってのが正解だ。ねえ先生。あのお父さん、これもう一点入れときましょう。ね。いやいや先生、そんなことよりも、太郎と次郎は草刈りをやったんすか、やってないんすか、仲がいいんですか、悪いんですか。やってないことを問題にされてもな、ずるいよ先生。それに次の問題、81個のみかんを3人に等しく分けなさいってやつ、ジューサーでジュースにして分けるって、金太なんだってこのジューサーなんかいきなり出てくんだよ。だってお父っちゃん、みかんはさ、おっきいのと小さいのがあるでしょ。甘いのと酸っぱいのもあるじゃん。だからさ、ジューサーに入れて分けたら味は等しくなるよね。おお、なるほど。先生、先生、これ惜しいですよね。いやいやいや、正解じゃないけど惜しい。じゃあ正解は何かって、また足はピンときたね。正解はいいかい、81個のみかんはいっぺんにはジューサーに入らないと。先生、そうでしょう。お父さん、そうかもしれないですね。いや、今日は本当にお忙しいところありがとうございました。ご自宅で5点の答案用紙をご覧になって、さぞかし金太くんを怒っていらっしゃるんじゃないかなと思いまして来ていただいたんですが、確かに金太くんは正解ではございませんでした。でも大事なことは、正解を考える幅があるかどうかということを、何ですか、お父さんにお伝えしようと思って今日はわざわざお越しいただいたんですが、お父さんの方がもっと幅があるということが分かりました。え、じゃあもう帰っていいの？帰っていいんだったら、じゃあ、あと10点あげてくださいよ。え、どの問題ですか？この最後の本能寺を焼いたのは誰ですかって問題で、せがれの答えが僕ではありません。これ10点やってくださいよ。あ、はい、もう何点でもどうぞ。その代わりお父さんに一つお願いがございます。え、なんすか？
一度あなたの実家にお邪魔してもよろしいでしょうか。え、アッシュの実家に何しに来るんです？あ、はい、私一度あなたの親の顔が見てみたい。お後がよろしいようで。4月でさくらでした。